遅い以外のクリスマス休暇ですね、こっちの3日ぐらい休みだったんで、ポストオフィスが閉まってて、やったやっと開いてました。今日遅れます、スピードポスト。土曜やっててよかった、土曜やっててよかった。これじゃないと遅れないですもう今年。これピークの山頂にあるカフェって、これ今走行なんですけど、同じカフェだ。ここ同じですね、ピークと。あっつ、あっついんだけど、これが風を受けると寒くなるんですね。すごく最近あんまり食事を食べないのと、まあ、ピークを行くんで、ベルトがあまりに余って、どん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 痩せていきます。でこの重りが今10キロなんで、もともとの68キロと同じぐらいに体重がなってるのかなと思います。これ以上ちょっと体重が山登りで軽いのがいいみたいなんですけど、あまりにも軽すぎると体力がなくなるんで、もうここら辺で限界かなと思ってます。このぐらいまでで体重を抑えて、本当に余る余るベルトがまだ緩いんですよね。そういえばマックばっか食べてるんですけど、マックってやっぱ体に悪いんですかね。マックなんて食べちゃダメだよってみんな言われるんですけどね。あ、吉野家もかな。マック毎日食べてるんですよね、安いんで、200円ぐらいの。あと1食だけ、マックプラス1食ダメなのかな、これ。おぉ、かっこいいんだよな。はい、今日の1本です。これですね、IC ベルリンって言ってドイツのブランドなんですけど、日本限定、桜って言います。ネジがないんです、これ IC ベルリンは。50本中の24本目、こんな感じになります。まあ普通なんですけど、サイドがこういう感じですね。はい、こんな感じです、ドイツです。今日はやっとできたんですけど、あれ、キープオンなんないじゃんね、これ。あ、こっちか。これですね、買ってからずっと使ってなかったんですけど、お前はマクドナルドなんて食ってるんだったらスーパーでこういうのを買って食べろって言われて、これが10、これが10、20だから、マクドナルドと同じ、金額なんですよね。で初めて今日トライしました。確かにこれの方がいいですね。ただここに水を入れてやるだけです。今日からちょっとこっちにしようと思います。夜ご飯は20なのかな、これで。